中武は、現代中国の生物学者、政治家、路人、修作人の三定。最初の名は少女。字は、京民へ。筆明に、葛氏、高山、利忠氏、孫など。修建人1888年11月12日、石膏省商工府会計県東照坊、路心大門にある地下への三男として生まれる。 兄二人が日本に行って勉強したので、シュータケルは家で母の世話をしていた。1905年に、商工創立小学校の教師、校長担当。1909年以後、兄の路人組織の各種の進歩活動に参加し、文学団体の古志社に参加した。商工小学校、商工名堂女子学校、成明女子学校で教鞭をとっている。1919年、 シュタケルは北京に転居した。1920年に北京大学に入学し、哲学を傍聴した。1921年には上海で、上海商務委員書館編集所の編集を、1923年以降には、新州大学、上海紀南大学、安記大学で教授を担当した。1920年に、ここ市の修作人などと、 女性問題研究会を組織した。日中戦争後、周ケルは生活書店、新知識書店の編集を担当した。1945年12月に、周ケルは、バジョリン王将、京光平、林官たちなどと上海で、中国民主促進会を設立して、第1回理事会理事に当選した。1946年5月、 上海人民団体連合会の理事に当選した。1948年4月に中国共産党に加入した。1949年9月、周岳は中国民主促進会の代表として、中国人民政治協商会議の第1回全体会議に参加した。1949年以降、中華人民共和国国家出版総書副所長。 中華人民共和国高等教育部副部長、石膏省人民政府省長、石膏省革命委員会副主任、全国人民代表大会常務委員会副委員長、全国政協副主席、中国民主促進会中央主席を歴任した。1984年7月29日に北京で96歳で死去した。前菜。 畑た子姉は、修作人の妻の畑信子妻、王おさむありがとうございます。